はいどうキャンプ勉強中笹原です。キャンプって男のロマンじゃないですか。男のロマンじゃないですか。僕もいよいよこのチャンネルで今週末からキャンプ飯とかバーベキューとかちょっと本格的にやろうと思ってたんですけど、いやもう今週末とか言わずに今これ平日で仕事から帰ってきてなんちゃってキャンパーになったんですけど、もう今週末まで待てへんから家でセット組んで、まあ、火畑ないんですけどなんかそれっぽいの組んでやろうよと、そういうことですね。まあもうねぐちゃぐちゃ言ってても仕方がないんで、とりあえずみんなでキャンプの雰囲気味わってビール飲もうっていうことですよ。もうここは海、山、川、森、もうイメージしてください。そういうことです。じゃあ今日もプリプリやっていきましょう。お願いします。キャンプ飯レッツゴー。お願いします。さあ行くぞ。じゃあ早速キット組んでいきます。お願いします。僕がそうやって YouTube でキャンプとかやっていこうかなと思ってるんですって先輩に相談したら、そう、溶接できる先輩がいるんで相談したら、いやそしたら俺作ったるよって言ってくれて、その先輩はあれなんですよね、いろいろこう家具とかこういう武骨なやつ作ってて、でいやそれ作ったるわって言ってくださったんで作ってもらったんですよね。めちゃくちゃかっこよくないですか。めちゃくちゃかっこいいんですよこれ。これを持っていくんですよね、実際に現場に持ってって火を焚くと、まあ、今日は火焚かないですけど、でこれを乗せると、もうねこれだけでこいつやばいぞと、もうこれだけであいつ仕上がってるなっていう、もう完璧なテーブルなんで、ちょっと今日はここのテーブルでいろいろやっていきましょう。とりあえずキャンパーっぽくこのステンレスグラスでいきましょうよ。じゃあ皆様本日もお疲れ様でした。乾杯。うますぎる。ちょっと今回これしか用意してなくて、ちょっとこれを使いたすぎてこれしか用意してなくて、本来会場やったらクーラーボックスあったり、なんか他にもサイドテーブル用意したり、なんかシート引いたりってやるんですけど、ちょっと今回なんせこれしかないんで、こじんまりやりながらでいこうかなと思って、こっちでは米炊いて、こっちでは焼肉して、ここで食うみたいな、そんな感じですね。これは米仕込んできたんで、早速炊いていきます。しんどい。めっちゃしんどい。全部が重すぎるんよな。じゃあこれで、こっちで、米。あ、ガスあらへん。よし。どういうアングルにしたらいいかが全くわからないんですが、この岩手県の手羽先。まずこれ焼こう。最高じゃないですか。キャンプ飯。キャンプといったらステンレスボールやろと。カッコからやっていこうよということで、あ、これはちなみにおつまみザーサイを買うてきたんで、おつまみザーサイをつまみながらいやいやす、うん、うまい。っていうかこの部屋クーラーないんでほんまに暑いんですよね。キャンプやったらねほんま風通って最高に気持ちいいんやろうけど、今はちょっとただの苦行になっちゃってるっていう。はぁ、あ、ちょっと熱いわ。このちびころソーセージも買ってきたんで、これも焼いちゃう。じゃあちょっとししとういただきます。うわうまい。こんなにも汗かいて食べる家飯ないっすよ、ほんまに。でも楽しい。じゃあこっちサイトで米が炊き上がったから米を持って。キムチもあるんで米でいきましょう。米にはやっぱり普通のプラ容器
まあいいや、いただきます。めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまい。じゃあおっちらおっちら、手羽も多分ええ感じなんで、いただきます。あ、はい、くん、てか手羽塩うめえな。なんかこの焼き丸のおかげなのか、プリンプリンのパツンパツンな感じがめっちゃうまい。うわぁ、釜で炊いたご飯やし、そしてこの山と森と川と、最強やなこれ。なかなかに週末が楽しみになってきましたね。この予行練習が果たして意味あったのかどうかはまあ置いといて、置いといて、絶対いいと思うな。まずここまで暑くないでしょ。びっちゃびちゃ、びっちゃびちゃ、暑かったら川入れスタイルなんで、いやめっちゃ楽しみです。なんでキャンプ編バーベキュー編また楽しみにしておいてください。今日はなんかようわからん動画になりましたが、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for my video. See you next time. Come on. ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ボーン。